しくじり世界史、俺みたいになるなぁ。なるなぁ、なるなぁ。今回主役となるのは、ロシアの怪盗、ラスプーチン、だぁ。グレゴリー・ラスプーチン。その存在はロシア史はもちろん世界史全体でもあまりに異質だ。一体何者なんだい？グレゴリー・エフィモビチ・ラスプーチンは、1869年1月21日、ポクロフスコエという小さな村で農民の子として生まれたとされる。ラスプーチンは謎の多い人物で、その家族についてわかっていることは少ない。父のエフィムは農民であり、母アンナ・パルシコワとは1863年に結婚している。夫婦には他に7人子供ができたが、ラスプーチン以外は溶接したようだ。ラスプーチンに悲しき過去。9人目の子供フェオドシアがいたかもしれないが、それさえもはっきりしない。歴史家はラスプーチンの半生をほとんど何もわからないブラックホール、と表現している。そんな人物の名がどうして歴史に残ったんだろう。ラスプーチンの幼年期及び青年期は謎に包まれているが、おそらく教育は受けておらず、文字の読み書きはできなかったと見られている。また数少ない記録から、ラスプーチンは青年期に飲酒、窃盗、不敬など数々の問題を起こしていたことはわかっている。よくいるっちゃよくいる問題児だね。1886年、ラスプーチンはアバラクに旅行し、プラスコビア・ドブロビナという農民の娘と出会い、翌1887年に結婚した。やがて二人の間には7人の子供ができるが、4人は溶接し、3人は成人した。成人になるのが難しい時代だったんだね。1897年、ラスプーチンは突如巡礼の旅に出た。その理由もまた不明だが、馬泥棒の罪から逃れるためだったと言われている。本当かどうかわからないけど、大人になっても素行が悪いままだったようだね。まあ聖母マリアの原始を見たとか、若い神学生に影響されたとか、いろいろな説があるようだけどな。この巡礼について確かなのは、もうすぐ子供が生まれようというタイミングで旅に出たということだ。そしてこの巡礼の旅はラスプーチンの人生を大きく変えた。巡礼ってどこに向かったんだい？聖地エルサレムかい？ベルホプリエにあるニコラス修道院を訪れたようだ。そこでラスプーチンはマカリーという名の長老に出会い、大きな感銘を受けたのだという。ベルホプリエにはしばらく滞在したようで、この時読み書きを習得したと見られている。読み書きと宗教は密接な関係にあるね。ポクロフスコエに戻ったラスプーチンはまるで人が変わったようだったという。その姿は乱れていたが、菜食主義者になり、アルコールも飲まず、ひたすら熱心に祈り、そして歌っていたという。歌っていたのか。その後ラスプーチンはたびたび巡礼の旅に出て、ロシア帝国内の聖地を訪れたという。やがてラスプーチンはポクロフスコエに礼拝堂を建て、秘密の祈祷会を開くようになる。秘密の祈祷会ってなんだよ。どうやらこの頃にはラスプーチンを信奉する一派が出来上がっていたようだな。そして女性信者が祈祷会の前になるとラスプーチンを儀式的に洗っていたという。なんだよそれ。その上祈祷会では奇妙な歌が聞こえてきたという。この秘密の祈祷会は住民から気味悪がられた。そりゃそうなる。だがラスプーチンの信奉者はどんどん増えていったようで、いつしかラスプーチンは精神的な危機や不安を解消できる存在であると評判になっていった。病気を治せるとかじゃないんだね。ただ一方でこの頃からラスプーチンが女性信徒と性行為に及んでいるという噂もあったようだ。それでもラスプーチンの名は広まり、ついにはネフスキー修道院への推薦状を獲得するに至った。ネフスキー修道院？アレクサンドル・ネフスキーは、ロシアの伝説的な英雄だ。そしてアレクサンドル・ネフスキー修道院には、ネフスキーの生涯が収められているのだという。詳しくは、アレクサンドル・ネフスキーを見てね。ネフスキーの遺体はもともとウラジミールにあったが、ピョートル大帝の命により移された。以降アレクサンドル・ネフスキーはサンクトペテルブルクの守護聖人になったのだ。サンクトペテルブルクはロマノフ朝ロシア帝国の人だったね。ラスプーチンはサンクトペテルブルクに行き、ネフスキー修道院に到着した。そこでテオファンという人物と懇意になる。テオファンとは何者なのかね？本名はバシリー・ディミトリエビチ・ビストロフ。
司祭の息子として生まれ、サンクトペテルブルク神学アカデミーを卒業。テオファンという名で修道士となり、1901年には修道院長となっている。かなりのエリートやん。何せツァーリ一族の長在司祭だったからな。テオファンとの出会いはラスプーチンの運命を決定づけた。だがその話をする前に、ツァーリ一族の病気について触れておこう。病気？血友病だ。どうやらビクトリア女王に由来があったらしい。ビクトリア女王ってイギリスの女王陛下かい？大英帝国の女帝ビクトリアは、血友病保因者だったと見られている。血友病は遺伝的要素が強いようで、彼女の息子が血友病であり、彼女の子孫数名が血友病だった。それがロシア帝国と何の関係があるんだい？ロシア帝国の皇后アレクサンドラは、ビクトリア女王の孫なんだよ。より詳しく言えばビクトリア女王の次女であるアリスト・ヘッセン大公ルートヴィヒ4世の四女だ。ヨーロッパの王侯貴族は大体みんな親戚だったね。そうやって千年を遥かに超える時間権力を維持し続けたわけだ。ロシアのツァーリであるニコライ2世とアレクサンドラの間には5人の子供がいた。そのうち4人が娘で1人が息子だ。息子は皇太子というわけだね。その皇太子アレクセイに血友病が発症した。このことは国家機密とされ、そのことを知っていた者はわずかであった。ニコライ2世とアレクサンドラは方々手を尽くしたが、皇太子の病気を治せる者はいなかった。話が見えてきたぞ。ロシアの貴族階級の中では、心霊術など超自然現象が人気を博していた。そのような背景もあり、サンクトペテルブルクにおけるラスプーチンの名声は高まっていく。どうやらラスプーチン以前にも何人かそのような人物がいたようだな。いつの時代もそういう人はいるものだね。具体的にはニジエ・アンテルム・フィリップとジェラール・アンコースが有名だった。ニジエ・アンテルム・フィリップは、フランスの出身で、奇跡を起こす人として有名だった。どのような奇跡を起こしたのかね？仏戦争中、フィリップは髄膜炎にかかっていた7歳の少年を救ったという。それを皮切りにフィリップは奇跡を起こす人として名声を得、1887年に裁判にかけられた。あかにゃん。結果は無罪。以降何度も裁判にかけられたが無罪となっている。そのうちフィリップはサンクトペテルブルクに行き、功績が認められて博士号を授与された。ロシアでは認められたわけだね。フィリップはやがてミリツァ・ニコライヴナに見出された。この人物はモンテネグロ王ニコライ1世の娘で、ロシア大公ピョートルの妃でもある。ロシア大公？かつてロシアのツァーリだったニコライ1世の孫だ。つまり皇族だね。大公妃ミリツァは超自然現象にハマっており、フィリップを超愛し、皇后アレクサンドラに紹介した。そしてフィリップはツァーリ夫妻の側近になったのである。ただフィリップはフランスに戻り、1905年の8月に亡くなった。彼は生前52世帯の貧困家庭の家賃を支払っていたのだという。お金持ちだったのだね。なお髄膜炎にかかっていた7歳の少年ジャン・シャパは、フィリップの弟子となり、死と同様家賃を支払い続けたのだという。一時は裁判にかけられたフィリップだったが、数々の自治体から賞を授与されるようになり、ローマ王立アカデミーからは名誉医学博士に任命されている。めでたしめでたしだね。ジェラール・アナクレバンサン・アンコースもまたフランス出身だった。名前が長い。この人物はフランス人科学者の父とスペイン人の母の間に生まれた。若い頃から魔術や錬金術に興味を持ち、1888年にはカバラバラ十字団を設立している。カバラ？日本語では神秘主義思想。と訳されることが多いな。アンコースはかなり高い教養の持ち主で、パリ大学にて医学博士号を取得している。かなりの知識人だったわけだね。アンコースは1901年、1905年、1906年の3回ニコライ2世及び皇后アレクサンドラと謁見している。ロマノフ朝ロシア帝国にはこのような背景があり、それがラスプーチン台頭につながった。ラスプーチンはいつ頃サンクトペテルブルクにやってきたのだい？正確にはわからないが、1903年よりも前のことだったようで、1903年秋には一度ポクロフスコへに戻っている。
だが1905年の段階ではラスプーチンは有力な貴族との間に親交があったようだ。フィリップやアンコースがサンクトペテルブルクにいた頃にラスプーチンもいたわけだね。対抗費ミリツィアもラスプーチンと親交のある貴族の一人だった。この方はそういう方面に親交が深いのだね。黒い姫君、オカルティズムへの端的からミリツィアはそのように呼ばれていた。ラスプーチンを皇后アレクサンドラに紹介したのも対抗費ミリツィアだった。同じ外国出身者同士があったのかな。1905年11月1日。この日がツァーリであるニコライ2世とラスプーチンが初めて会った日だった。その日付ははっきりとわかっているわけだね。トボリスク州出身の神の人、ニコライ2世はラスプーチンについて日記にそう記している。神の人ってどういう意味だろう。意外にもラスプーチンはその後すぐにポクロフスコへに戻っており、1906年の7月までサンクトペテルブルクには戻らなかった。ちょくちょく家には帰っていたんだね。7月にサンクトペテルブルクに帰ると再びツァーリ夫妻に会い、10月にはツァーリの子供たちに会った。いつの時点かは正確にはわからないが、ニコライ2世とアレクサンドラは、ラスプーチンには皇太子アレクセイの血友病を治す奇跡の力があると確信するようになった。溺れる者は藁をもつかむというけれど。ツァーリ夫妻がなぜそう思うに至ったか、そしてそれがいつだったのかは現在でも論争が続く部分だ。だがいつしかツァーリ夫妻はラスプーチンの信奉者となった。帝国の絶対権力者がねえ。1907年春、皇太子アレクセイが内出血した際、ラスプーチンは皇后アレクサンドラに呼び出された。ラスプーチンはアレクセイのために祈りを捧げ、次の日アレクセイは回復していたという。そもそも血友病とはどのような病気なのだい？出血症状を反復する疾患であるとされる。皮下、関節内、筋肉内出血など様々な出血症状において、血液の凝固障害の症状が出るのだそうだ。じゃあちょっとした怪我が命取りになるのだね。血友病は女性がなることは稀だが保因者となり、保因者の女性が男の子を産むと半分の確率で血友病になるのだという。不思議な病気だね。この時期輸血技術が確立しておらず、アレクセイは出血症状に苦しむことになる。聞いているだけでも辛くなる。ツァーリ夫妻の苦しみたるや相当なものだっただろうな。そして夫妻はラスプーチンに希望を見出した。ラスプーチンがどうしてアレクセイを回復させられたのかは現在でもわかっていない。じゃあ、奇跡、なのかい？いろいろな説はある。だが合理的に説明がつくような結論は出ていない。でも誰もどうしようもなかったアレクセイの症状を回復させたわけだね。1912年には不思議なことが起きている。この年アレクセイは馬車に揺られたことで大腿部から出血が起こり、大きな血腫ができてしまった。これは大変だ。皇后アレクサンドラは皇太子の死をも覚悟したという。そしてこの時サンクトペテルブルクにいなかったラスプーチンに電報を送った。ラスプーチンは常にツァーリ一族と行動を共にしたわけではなかったのだね。ラスプーチンは皇后アレクサンドラからの電報に即座に返信をした。神はあなたの涙を見て、あなたの祈りを聞きました。悲しまないでください。小さな子は死にません。すると翌日、アレクセイの出血が止まった。ラスプーチンには一体何が見えているんだよ。アレクセイを見た医師のフェドロフは、医学的見地から見て回復は全く説明がつかない、と言った。そしてフェドロフはアレクサンドラがラスプーチンを奇跡の人だと思ったのは責められないことだとも述べた。一体何が起きているんだ。ニコライ2世の子供たちとラスプーチンの間で交わされた電報がいくつか残っている。その内容によれば子供たちとラスプーチンの関係は良好だったようだ。総じてツァーリ一家とラスプーチンの関係は良好だったということだね。だがツァーリ一族以外との関係はお世辞にも良好とは言えなかった。ニコライ2世はラスプーチンがツァーリの娘たちが寝巻き姿の時に会うことを許していたが、教育係であるソフィアはこれに激しく反発した。ツァーリの一族は特別だもんね。ニコライ2世はソフィアの還元を受け入れたが、娘の一人タチアナは母である皇后アレクサンドラに手紙を書いた。ことの成り行きを知ったアレクサンドラは激高し、ソフィアを解雇してしまう。これはよろしくない傾向だね。
この人事には当然大きな反発が伴った。ニコライ2世の妹であるクセニアは、この出来事について次のように書き残している。アリックスと子供たちのあの邪悪なグレゴリーに対する態度が理解できない。アリックスとは皇后アレクサンドラのことだね。また娘たちの家庭教師の一人マリアは、ラスプーチンに強姦されたと主張した。だが皇妃アレクサンドラはマリアの言葉を信じず、ラスプーチンのすることは全て神聖だ、と述べた。人は見たいものを見て信じたいものを信じる。その後マリアもまた解任されている。弱り夫人だな。サーリー一家の寵愛の裏で、ラスプーチンは賄賂を受け取り、性的な接待を受けていた。また宮廷の外では自分との肉体的な接触で浄化されると説き、ありとあらゆる女性と不倫の関係に陥り、叫びたりの生活を送っていたという。やっぱりそういう人間だったか。強姦を行うことしばしばだったようで、幾度も告発されている。そしてラスプーチンの存在はやがてマスコミを通じて世の人々の知るところとなった。ラスプーチンの存在が国民に知られるようになったのだね。ついにはロシアの国会であるブーマでも取り上げられるようになり、サーリと共に激しい批判の対象となる。だがニコライ2世も皇后アレクサンドラも、そのような意見に耳を貸すことはなかった。末期的だね。サーリは操り人形に変えられ、その意図はラスプーチンと皇后アレクサンドラによって握られている。ウラジミール・プリュケビチはブーマにてそのように発言している。そして次のように続けた。皇后はロシアの玉座に座ったままのドイツ人であり、国と国民にとって異質な存在のままである。反サーリ感情と反ドイツ感情が合わさり巨大な怨念を生んでいるね。近代は国民国家の意識が芽生えた時代であり、その分外国排斥の動きが強まった時代でもあった。外国出身の皇后は特に国民感情を集めやすい存在だったと言える。その上1914年からは第一次世界大戦が始まった。反ドイツ感情が高まったわけだね。そのような背景もあり、皇后アレクサンドラとラスプーチンの関係は取り沙汰された。それどころかニコライ2世とアレクサンドラの娘たちとラスプーチンの関係も取り沙汰された。多くの噂が流れたが、それらの噂がどれほど真実を含んでいたかは現在でもわかっていない。なんか怖いな。だが真実はどうであれ、階層ラスプーチンの存在はツァーリの権威を貶めるのに十分だった。そしてロシア帝国では依然としてツァーリが絶対的権力者だったのである。これはもう革命待ったなしだね。1914年7月24日、突如としてラスプーチン襲撃事件が起きた。犯人はイリオドルの信奉者だったヒオニア・グセバ。いや、イリオドルって誰だ？イリオドルは神学校を卒業した司祭で、もともとはラスプーチンと懇意にしていた。かなり強烈な保守主義者で、徹底的な反ユダヤ主義者だった。なんか強烈だね。マスコミが反ラスプーチンキャンペーンを展開した時には積極的にラスプーチンを擁護していたが、ラスプーチンの本性を知ってからは反ラスプーチン派の急先鋒となった。いろいろと激しい人物だ。イリオドルはラスプーチンと皇后アレクサンドラの関係を強調し、そして修道院を追放された。そしてその信奉者がラスプーチンを殺害しようとしたと。ラスプーチンは重傷を負い、一時は生死の境をさまよった。一方イリオドルは国外逃亡している。イリオドルが裏で糸を引いていたのかい？当初そのように思われていたが、そうではなかったようだ。犯人であるグセバは逮捕されたが、精神異常を理由に彼女の責任能力はないと判断された。ラスプーチンはどうなったんだい？この時は死の淵から生還している。一次大戦が始まり、サーリは自ら最高司令官となる意向を示した。だがこれには多くの者が反対した。そのような中ラスプーチンはニコライ2世の意向に賛同している。ニコライ2世は大喜びだったのだろうね。ラスプーチンの権力はいよいよ高まり、ついには大臣たちの人事権を握るに至る。21名、首相や陸軍大臣を含むラスプーチンによって罷免された閣僚の数である。いくらなんでも数が多すぎる。すでにロシアの人々の我慢は限界を超えていた。ニコライ2世がサンクトペテルブルクを去ると、実権は皇后アレクサンドラとラスプーチンが握った。一方戦場では死傷者が増え続け、
開戦から2年間で500万人を超えた。桁違いだね。動員された兵士は1400万人強だったので、3人に1人以上が死傷した計算となる。戦闘での敗北が重なるにつれ、ニコライ2世、アレクサンドラ、そしてラスプーチンへの不満は高まった。小屋革命が起こるわけだ。そしてドミトリー大公、ユスポフ伯爵などを中心にラスプーチン暗殺計画が持ち上がった。主にロシア貴族が中心だったわけだね。ちなみにドミトリー大公はニコライ2世のいとこであり、皇位継承者候補の一人であった。つまり皇太子アレクセイが死んだ場合次のツァーリになる確率が高いわけだね。計画の中心にいたのはユスポフ伯爵だった。彼の家は長らく続くロシアの名門であり、カスピ海に油田を持つなどロシア最大の富豪としても知られていた。そんなお金持ちが暗殺計画に参加したのだね。彼の妻イリーナの母親はニコライ2世の妹のクセニアで、つまりはツァーリの命にあたる。つまりユスポフ伯爵も皇族の一員というわけだね。革命組織と違い、ユスポフらの狙いはあくまでラスプーチンだけであった。この集団はラスプーチンさえいなくなれば帝政は良い方向に進むと思っていた。もう末期で手遅れだったと思うけどね。ユスポフ伯爵もまたラスプーチンの治療を受けていた。そして1916年の12月16日、ユスポフは自宅であるモイカ宮殿にラスプーチンを招いた。宮殿に住んでいるとはさすがはお金持ちだぜ。ラスプーチンはおそらく何の警戒もしていなかったと思われる。ユスポフらはラスプーチンに青酸カリの入った飲み物を飲ませた。青酸カリって確か毒だよね。その後ラスプーチンは3発の銃弾を受け、そのうち1発は額に当たった、とされる。される?ラスプーチン殺害については実のところよくわかっていない。ユスポフの記述によれば、ラスプーチンは真夜中過ぎに宮殿に招かれ、お茶とケーキが勧められた。そのお茶の中にシアン化物が混ぜられていたという。毒を飲ませたのに銃で撃ったのかい?何かを察したのかラスプーチンはケーキを断ったが、やがて食べ始めた。ところが驚いたことにラスプーチンは毒の影響を受けなかったようだ。その後毒入りのワインを3杯飲んだが苦しむ様子さえなかった。そんなことがあり得るのか。ユスポフは十字架を指差し、ラスプーチンに祈りを捧げるよう勧めた。そして銃でラスプーチンの胸を撃った。だがラスプーチンは死んでおらず、ユスポフに襲いかかった。もうホラー映画じゃないか。ラスプーチンがユスポフを追いかけてきたので、プリスケビチはラスプーチンを撃った。これが事の顛末であるという。にわかには信じがたいね。この話はそのまま受け入れられているわけではない。実はラスプーチンは甘いものが苦手で、ケーキを食べたとは考えがたかったとされる。そうなんだろうけど問題はそこじゃない。医学的な検視報告書によれば、毒の記録はなく、至近距離から頭部に撃たれた銃弾だけが記録されている。総じてユスポフの証言を証明する客観的な証拠はない。ユスポフは逮捕されなかったのかい?事件後、皇后アレクサンドラはユスポフとドミトリー大公を軟禁した。そしてドミトリー大公はペルシアに追放された。2月革命が起きてニコライ2世が退位することになるのは、その直後のことである。皮肉と言うべきか、ドミトリー大公はロシアを追放されていたため、その後も生き延びることができた。運命とは皮肉だね。ツァーリの退位後、ユスポフはモイカ宮殿に戻り、財物を回収した後ロシア帝国外に脱出した。そして1967年まで生き延び、最後はフランスのパリで死んだ。長生きしたようだね。一方でツァーリの一家を待ち受ける運命は悲惨だった。アレクセイはその後も血友病に悩まされたが、その死因は血友病ではなかった。アレクセイは惨殺されたのだ。まだ13歳だった。なんという運命だよ。その話についてはまた別の機会にするとしよう。それまでチャンネル登録して待っててくれよな。チャンネル登録していってね。